湖のことは、水上務が発表した小説作品。1965年7月から1年間読売新聞に、連載の後、1966年から複数回にわたって単行本が発売された。大正末期、滋賀県横湖の静ヶ岳山六の村でー糸を紡いでいた若い男女の秘伝物語である。大正末期、若さから、 静ヶ岳のふもとの西山の木と製造農家へ、方向に来た、柵と、宇吉ちは、お互いに惹かれるところがあり、助け合いながら暮らしている。柵は、京都の長唄の師匠、霧屋、門栽門に見染められ、京都へ移る。やがて師匠の子を見ごもった柵は、西山へ帰り、心優しい木田優夫婦に慰められ、宇吉ちと一緒にいることの幸せを噛み噛めるが、自分の体は、 穢れていると嘆き、お腹が大きくなって、隠しきれずに自殺する。浮地は作を、ヨゴコの深い淵へ沈めることを思いつき、その遺体を入れた箱に、自分も入れて、ヨゴコに身を投げる。水上は、文中で、湖北風土器から、ヨゴに、大音と西山のに村あり。古くから眉を取り、糸を紡ぎ、これ、これを、原糸と,となす。 国中のコトイトビワイ糸、シャ糸、三味線糸の大半を生産せりを引用している。湖北、ヨゴコの静ヶ岳山麓の村では昔からイカグイトと呼ばれる木糸が生産されており、それらは和楽器類の源に使われてきた。この伝統は現在でも受け継がれている。東映により映画化され、1966年11月13日に劇場公開された。カラー。 シネマスコープ、佐久間良子主演、田坂智孝監督、芸術祭参加作品。当時、時代劇のメッカ、東映京都撮影賞人気映画中心へ切り替えを、本格化させていた、同撮影所長、岡田茂が、1965年5月、東映京都で、893グレン隊を、第一作に現代劇路線を敷くと発表。893グレン隊は、 東映京都での現代劇としては、悪魔が来たりて笛を吹く以来12年ぶりであった。合わせて、もちろん、時代劇をやめるということではなく、これからは、時代劇、現代劇の区別なく、何でもやらなければいけない、時代劇も、どんどん今日の感覚にマッチしたものを作り上げて、いかなければ取り残されてしまう。私は金がね京都の監督や俳優にそのことを言い続けてきたが、 やはり実際に撮ってみなければわからないからと、893グレンタイを皮切りに、渡辺裕介監督で、悪道、神戸を舞台にした、汚れた顔の紳士、日本湾国外、本作、湖のことの4本を、東映京都で制作する現代劇として、制作を決めた。当時は、岡田の指揮するヤクザと、アクションが本格化しており、その罪滅ぼしに作ったようだなどと揶揄された。 東映で女性映画が作られるのは久しぶりだった。佐久間良子はこれまでは男性陣にお仕事の場をすっかり取られた形でしたが、それも会社の営業方針とあれば仕方のないことだと思いますが、私にとってみれば非常に寂しいことです。何も映画を見る方が全部男性アクションものばかりを好むとは思えませんので、東映カラーを反映した。 独自の女性映画を作って欲しいと思いますと話し、ヤクザやグロモノの出演を拒否し、会社と揉め、1966年3月で契約切れした後、契約更新に応じず、1965年の契約は6本だったが、4本しか消化できず、1966年に愛欲と本作を取り、残った2本を消化した。テレビ出演は妥協をしたくないから出ないと、 自身で言ったが、他社出演を認めてほしいと会社に主張したが拒否、されていた。このため作馬は1966年は、収入が例だった。本作は、五番長夕霧郎、越後津水潮や淵でヒロインを熱演した作馬が、三旅水上文学に取り組んだものだが、こうした文芸作品しか作馬が出演に応じなかった。監督、田坂智隆、脚色。 鈴木直行、主演、佐久間良子というトリオは、五番長遊戯理論で大成功を収め、以来、水上務からの信頼も厚かった。本作のヒロイン作は、長唄の師匠に領辱され、やがて成熟した、美しい体は、無法の行為にも燃えるようになるという女の子を、描いていたが、鈴木脚色ではひたすら美しい純情比例に置き換え、清純派のヒロインにしてしまった。 水上は、鈴木と話し合いを持ったが、変更はされず、シナリオ1966年11月号で、不満を述べている。琵琶湖湖畔に長期間のロケを観光。静ヶ岳のふもと、北陸本線木の本駅から車で数分の、料理旅館、総フルテに、佐久原出演者が長期間寝泊まりした。2001年頃は撮影当時とそのままの風情が残り、 長唄師匠役の中村元次郎が入浴した五右衛門風呂もそのまま残っていた。佐久間は映画出演が途絶え、舞台女優になっていた2001年の新聞取材で苦しい時期に本気で取り組んだ本作の撮影を懐かしみ、もう一度あそこに行ってみたいと話したという。短い記録映画、海に生きるがつくが大作一本立て工業。この映画の宣伝ポスターを見た。 三穂ヶ関親方は、湖を、海と読ませてもいいのだと気づき、北海道東屋湖畔の町から入門した、尾畑里志満に、北の海敏満の嗜名を与えることにした。2011年1月21日、東映ビデオから本作を収録した DVD が発売された。この DVD は、2016年3月9日に、同社から再発売された。 映画公開翌年の1967年には TBS によってテレビドラマ化され、同年4月3日から6月30日まで TBS 系列局で放送された。放送時間は毎週月曜日金曜14時14時15分。脚本担当は幾田忠雄や。出演者は田島和子、岩崎信太田、小栗和也、東恵美子。ありがとうございます。